二俣城は天然の要害の上、敵の士気も高い。正面から攻めるのは難しいでしょう。まずは城外の敵を一掃して二俣城を包囲しようだね。城にこもらず撃って出ると、何故敵はこんな無謀な真似を。黄金の存在を隠したかったのだろう。どうやら水源と黄金がつながっているようだ。水の手を立てば敵も戦意を失う。日没までに水源を抑えるよ。あそわる正影に使者を。水源を壊す準備を進めよ。とな。敵将を蹴っ飛ばしてやったんだ。正影が到着する前に行動を確保しようかね。マロが矛先には天魔鬼神もたまらぬな。水源を断つ作戦ですが、砦を落とすだけではなりませぬか。取水口を破壊せねば水は止まらぬよ。破壊されまいと敵も必死の抵抗をしよう。そこで山形正景が連れてきた金堀衆の出番というわけですか。さよう。金堀衆なら取水口を破壊するのもあっという間じゃからね。この行動の中、敵がどれだけ潜んでいるのかわからぬ。もしやと思って伏兵を用意して正解だった。ここは通さるぞ。七堀衆を失うようなことがあれば水源の破壊に手間取る。我が殿の者を護衛につけましょう。ありがたい。これで不意をつかれても安心だな。強さよ。あっぱれな者の不要の。
巻き陣もたまらぬの。られるわけにはいかぬ。人間の戦を長引かせて何の益がある。それほど犠牲を出したい。これじゃ干上がっちまう。これ以上の籠城は無理か。ならば城を出し家康様と合流せねば。最後家康に合流されるのは厄介だね。ここは容赦せずに追撃するよ。敗北条件変更。敵はチリジリになって逃げております。全員を追うのは難しいですぞ。忍びの者に先回りさせよ。敵を足止めするのだ。やすやすとは逃がしてくれぬか。中根正輝殿、よくぞ耐え申した。援軍として先陣を切って参りましたぞ。敗北。敵が本陣に突撃しようとしている。手薄な守りを突かれたか。無双の雅なるおの子よの敵将を討ち取ったりじゃの。ここで回復なきまでに叩いておくのは正しい。徳川の戦意をくじくことにつながる。だがやはり親方様は好いておられるように思える。考えすぎだろうか。矛先には天魔鬼神もたまらぬの。
り邪魔。縁を。見事です。兵の士気も高まりましょう。立つ作戦はうまくいった。おかげで味方の被害は少なく済んだな。一言坂に続くこたびの敗戦、徳川はもはや立ち向かっては来ないでしょう。そうだといいんだけどね。浜松は捨て置き、今日を目指したいところじゃ。